NHK のドキュメンタリー番組、プロフェッショナル仕事の流儀の14日の放送にサッカー日本代表の本田圭佑が出演。目前に控えたロシア W 杯への思いに加え、電撃解任されたハリルホジッチ前監督にも言及し物議を醸している。番組では今年2月からホンダを密着取材し、ラストミッション本田圭佑のすべてと題して放送し、記事全文を読む。